人との縁で結構人生がいろいろ変わっていくタイプやなっていうふうに思ってて、自分の選択に全然後悔はしてない。よろしくお願いします。じゃあ長尾さん、早速自己紹介お願いします。はい、長尾優香です。生まれは香川県の綾歌郡で、この香川中央高校を2020年度に卒業しました。趣味はエレクトーンを弾くことと読書です。小説も漫画もどちらも読んでます。じゃあちょっと早速長尾さんに聞いていきたいと思います。はい、小学校時代どんな子供だったのか教えてください。はい、私は、食べることと寝ることがすごい大好きで、そればっかしょるんじゃないかみたいな子供だって、あと今も変わってないんですけど、すごい喋るタイプの人で、でもその反面考え込む、結構ちっちゃい、その他の人から見たらちっちゃいだろうみたいなことでもすごい深く考え込むタイプでしたね。はい。なるほど。当時の将来の夢ってどんな感じでしたか？小学校の時からやりたいことは結構コロコロ変わってあったタイプなんですけど、トリマー、その犬の毛を切る仕事のトリマーとか、あと動物園の飼育員とかはやりたいなって思ってました。割とクラスの中ではどういうポジションの小学生だったんですか？でも結構あるあるだと思うんですけど、小学校の時結構周りから目立つようなタイプやのに、中学校になって消える、なんか影が薄くなるじゃあ小学校の時は何だろう、クラスで言ったら学級委員とかそういうのをしてた？してました、してました。はい。割とこう言葉が適切かわからないけど優等生ではあったの方でしたね。はい。了解です。じゃあちょっと中学校のところに行ってみたいと思います。はい。まず将来の夢はどうだったの、この中学生時代？その小中でこうやりたい夢コロコロ変わる期だったんですけど、中学校はそれこそ今学校に、その学校に行ってるんですけど、介護福祉士と、あとは教師になりたいっていうふうに思ってましたね。はい。ちなみにこれはなんで？介護福祉士の方は私祖母と同居してて、であと地域もその結構住んでるところが田舎なんで、周りの地域のおばあちゃんとかが、ゆうかちゃんゆうかちゃんみたいな声かけてくれたりとかっていうんで、その高齢の方が自分にとってあんまりなんか遠い存在じゃなくて身近な存在だったっていうんで、その人たちの、生活の助け支援をしたりっていう風にできる仕事っていいなと思って介護福祉士になりたいと思ってて、で教師の方は、その結構ちっちゃい頃から周りの友達にここわからんけん教えてって言われて教えるっていうことが多くて、でそのありがとうって言ってもらえるのも嬉しかったし、で教えるのが自分は好きなんだなっていう風に思っていたので、なりたいなっていう風に思ってました。はい。なるほど。なんか すごい勉強できたんでしょ？なんか診断、皆さん診断テストとか受けてたと思うんだけど、診断で180とか あったん、ね、で。ですね。で、なんか、内申点って5段階評価の1、2、3、4、5のやつも、数学以外全部オール5だったんでしょ？はい、3年中3の時は、そうでしたね。なんか、で、香川中央にこう、来てるじゃないですか。はい、はい。わかんないけど、私が親だったら、はい、ちょっとガチの進学校とかどうですかと思うと思うんだけど、はい、ご両親はどんな感じだったんですか？お父さんは結構その私が行きたいと思ったこととかやりたいと思ったことをすればいいよみたいなタイプだったんで、お父さんは特に何も言わんくて、でも、お母さんの方、ただ学校の担任の先生、中学校の時の先生とかが、いやー一高行った方がいいんじゃんみたいな、落として桜井やろみたいな感じでは言われてはいましたね。はい。でそこからなんでこの香川中央にこう来たんですか？学校、そのオープンスクールみたいなのに結構一高桜井西高工芸家中ぐらい行ってて、それでその一番先輩が私にフレンドリーにすごい、どこから来たん、どこの中学校なんみたいな、うち来なよみたいな風に言ってくださったのが家中だって、
で、まあ、メインはもうそれで決めたんですけど、うん、あとはあのコース選択で、あの将来の夢変わってもいろんなコースがあるし、なもし将来の夢見つからんかったとしても普通科に行って大学進学したら何か見つかるやろなっていうその安心感とかもあって、うんうんうん、それではい渦中にしました。じゃあちょっと高校時代についてお聞かせください。はい、生徒会長をまずされとった、ね、あはいはい。で歴史が面白かったんですね。そうです、日本史が楽しかったです。日本史の先生とかってバーンと乗っとうけど、はい、私が高校2年生の時に教えてくださってた日本史の先生が授業の前に雑談をする方で、でその雑談の中で雑談の中のなんかほんまに先生は多分ポロって言った内容だと思うんですけど、それがすごい自分の中で印象に残ってめっちゃ面白いってなって、うんうん、もうそれでもう大学は日本史で行こうっていうふうにもうそれで決めました。高校時代、高校生活は、まあ、どうでしたか？あでもた、3年の時はもうアドだったんで、まあ、すごいしんどかった、勉強すごいしんどかったんですけど、うん、でも一番楽しかったのも3年の時で、もう3年通していや楽しかったなっていう印象しか残ってないですね。なるほど。結構さ、多分すごいトップで入ってきてるじゃない、この渦中に。おそらく、はい。で、そう、勉強面は どうだった？1年の最初のテストが、これはすごい覚えたんですけど、なんか結構上の方の順位が、クラスで多分順位が出ると思うんですけど、上の方の順位が取れて、でその取れたことによって、あ、なんや私そんななくてもできるんじゃねみたいな、うぬぼれで勉強しなくなり、なんかどんどん下がっていき、で3年になっていざ大学決めます、あなたの学力に合ったところはここですって見た時に、行きたい本当に一番行きたかった大学はもう全然届かなくてっていう感じだったんで、もっと勉強しとけばよかったなっていうふうにはちょっと思ってます。でもぶっちゃけこう今中学時代に戻ったとして、はい、そしたらこう自分の選択はこう変わってたと思いますか？いや絶対に私は渦中に来てたと思います。何かそれはその渦中への愛はこう、はい、何なの？あのここじゃないと、その私の仲いい友達はもう高校でできた子が今もずっと仲いい子、ほとんど高校の子ばっかりだし、うんうんうん、それこそこの後進路選択でいろいろ困っとった時に助けてくださった先生方にも絶対会えてないと思う、思うけど絶対会えてないので、うんうん、っていうことに関してもその出会い、人と人とのその出会いっていう面に関して私はもうここじゃないと会えてない人たちに会いたいので絶対に渦中を選んでたと思います。なるほど。でそっから県外の大学に行ったんだよね。行きました。はい。それで、はいはい、だいぶしんどかったんだよね。ですね。まず日本史をこう勉強したいから、はい、歴史を感じられる京都か奈良で、はい、と決めて奈良の大学に進学をされたんですね。はい。でその時何年卒？2020年ってコロナですね。2020年の3月なんで、2019年の12月とかからコロナ。それがいきなり県外に出て、はい、あの時期だから、はい、どうでしたか？もうなんか入学式もなかったんですよ、大学の入学式もなくって、あと新入生歓迎会みたいな、新歓が大学って結構でかいんですけど、うん、まあ、もちろんなく、授業もオンラインだったし、緊急事態宣言が出てて家から出るなだったし、テレビつけても毎回もうコロナって出ないでくださいみたいなやって感じ で友達もおらず、知らない土地もう、うんうん、絶望みたいな感じです。はい。で高校はいつまでできなかったんだっけ？授業がちゃんとって言ってもその週に2回ぐらいの対面授業が始まったのは9月からです。もう前期はもう全通で全部パソコンで。じゃあこの半年は、はい、ほぼ人と交わらず、いや6月ぐらいに体調崩して実家には帰ったんですよ、うん、なんでその実家帰ったら、まあ、地元の友達がおるんで、うんうん、その子と会ったりとかはしてたんで、うんうん、まあ
し、4、5月かはもうずっと一人。え、6月にはもう体調を壊してたです。え、5月の頭ぐらいかな。それは突発性難聴、はい、耳が聞こえなくなるやつですね。ストレスとかだったかな。あ、もうストレス。あ、後期の9月からは、学校に行くようになって、はい、友達も徐々にできてた感じ。あ、できました。はい、そうですね。大学生活で一番楽しかったのは1年の後期で、うん、仲良くなった友達と、まあ、ユニバがその私の住んでるとこから電車で30分ぐらいで着く位置だったんで、年パス買って、でその頃はもうコロナやけん人も全然おらんから、もうフライングダイナソーも20分で乗れるみたいな感じだったんでめっちゃ行きまくっとったりとか、京都観光とか行きました。もうここでもう人が全然おらんから、スカスカのところで、あのめっちゃ綺麗な写真撮れる、イエーイみたいな感じで行ってました。もともと歴史がこう好きで行っとるから、京都とかはもう大好きな街。めちゃめちゃ楽しい。はい、そうか。心療内科とかも行ったんだよね。行きました。これは2年の夏くらいかなに行ったんですけど、全然ご飯が食べれないようになった。あ、それがそう、1年の3月、2年の4月ぐらいからなんか何でか分からんけど食べれんくなって、で何でか分からんけんどうしようもなくって不安になって、でまた食べれんみたいな、もう最悪のループに入ってて、で心療内科みたいな行ったんですけど、なんかうつ病診断みたいなあるんですよ、シートみたいな書かされて、なんか、あ、全然うつ病じゃないですって言って帰らされたって思えわと思って。じゃあやっぱそのうつとかにはなってなかったけど、はい、ストレスで食べれんようになってしまったよね。そうです。そうか。もう2年生ではこっち香川に夏休みから帰ってきて、もう、はい、ほぼ香川にいた。はい、はあはあ、結構その時の気持ちとしてはどんな感じなの？その大学も行けるような精神状態じゃないし、でも実家帰ってきたら帰ってきたで、その何もしてない自分っていうのが、で自己嫌悪みたいな感じになってて、どうしたらいいんやろみたいな、ずっとどうしたらいいんやろ、毎日っていう感じでした。保護者のご両親はどんなだったの？私がギリギリまで我慢した状態でお父さんに、もう大学行けんかもしれん私っていうふうに相談をしたんですけど、お父さんはそのいや、せっかくその第一志望で行ったとこなんやから、もうちょっと頑張ってみたらみたいな、あとは2年やんって、半分終わっとるやんみたいな感じで言われてて、で今までそのお父さんってあんまりもうちょっと頑張ってみなよって言わんタイプで、なんか私がもうこれやめたいって言ったら、やめたらみたいな、いやいややめなよみたいな、その私の意見を全肯定してくれるようなタイプだったんで、そこに関してもなんか初めて やりなっていう風に言われたんが、なんかしんどいし、お父さんは私の味方じゃないんやみたいな風に思ったもあって、結構悲しくて、でお母さんはまあ、いやまあ無理ならやめた方がいいと思うけどなって言いながら、あの絶対本心続けてほしいやろうなみたいな、なんかもうお母さんとしてはもう見ておれんかったんやろうね、きっと。と思います。結構あの実家帰るたびに泣いてたんで、私がもう無理かもしれんって言って寄ったんで、まあ、お母さんも多分見よってしんどかった、どうしようもできんからしんどかったんやろうなというふうに思います、お父さんとお母さんに初めてそのもう無理かもって言ったのが2年生の何月ぐらい？はい、6月最初にもう帰ってきた時に言いました。ごめん無理かもしれんっていう。その6月とかの段階では、はい、まあ、そのご両親はそういう反応で、はい、ただそこからこうどうやって変わっていったの？6月あの大学の例えば授業、対面の授業が木曜日にあったとしたら、木曜日の授業終わってすぐ家に帰って、水曜の夜奈良に戻るみたいな生活をしとったんですよ。なんでその、対面授業で週に1回しかなかったの？そのレベルしかなくて、はい、でなんでその奈良と香川をもうめちゃくちゃ行ったり来たりしまくっとったっていう生活なんですけど、その最初に帰ってきた時はいやもうちょっと頑張りなみたいな感じで言われとって、でその帰ってくるたびに多分私がやつれて一挙って自覚はないんですけど、やつれて一挙だと思うんですけど、それで、まあ、7月の頭ぐらいにもうほんまもう無理やわみたいな風に言って
言ったらそれこそ今まではお父さん頑張りな頑張りな派だったんですけど、もうやめるかみたいな。そこはじゃあもう1ヶ月ぐらいなんだ。あ、ぐらいです。はい。お父さんももうちょっとこれはもうあかんなと思ったんかな。そう、私が結構その最初にこの初期に言った食べることがと寝ることが好きな子供だったのに、うん、全然食べんくなっとるから、うんうんうん、ほんまにやばいんやみたいな、なんか風邪ひいた時もハンバーグくぎょったのにみたいな感じで言われとってとお父さんがもう無理や、もう無理させたらやばいっていう風に言ったんで、お母さんも悟ってあもう帰ってきな、うん、でもまあ将来っていうか帰ってきて何するか決めん状態でおるんはダメやでみたいな言われてたんですけど、めちゃしんどかったね、この時期。もう、はい、今までで一番しんどかったし、今振り返ってもあれが一番しんどかったです。で結局大学を辞めることを選んだんですね。はい、そうです。大学を辞めるって決めて辞めたのは2年生の何月？11月。じゃあ決断するには1年以上時間がかかったんだね、決断するまでには。そうですね、あんまりなんか大きい判断だと思うので、すぐには決められず、ね、はい。で、あの大学の先生はどんな感じだったの？それこそ教授に辞める前に相談した時に、うん、なんかその後ろ向きな気持ちで辞めるん嫌なんやけどみたいな風に言われて、その自分がなんか仕方なく辞めたっていう風に思うんじゃなくて、もうちょいなんか前向きな、これがやりたいから次はこれがやりたいから辞めますっていう、その前向きな気持ちで辞めてほしいっていう風には言われました。うん、なるほど。それを聞いてどういう風に受け止めた？はい、なんかいやほんまその時はもうめちゃくちゃもうメンタルがしんどったんで、うん、なんかずっとネガティブ、ずっと後ろ向き、もう私は大学を続けれんかったやつやみたいな思ってたんですけど、あそうやなと思って、なんかちょっとずつでも前を向かないかんなっていうふうに、そこでちょっとは救われたというか切り替えができたっていう感じです。で、はい、これからのことを、まあ、今の教授だったりで、それから、香川中の先生とかにも相談したんだよね。はい、はい、あのそこで聞いていただいてる柏原先生が2年生、はい、3年生の時の担任だったんだよね。そうです。でだけどもう卒業してもう2年経ったじゃないですか。はい、でそこで柏原先生に連絡を取ろうと思ったのは、はいはい、まずなんでなん？卒業した後に、まあ、LINE 教えてもらってて先生に、でなんか半年に1回ぐらいは普通に友達と会いには行ってたんですよ。うん、でそれでまあたまにその交流があったっていう状態っていうのもあったし、その進路指導の先生なんで、うん、ちょっともうどうしようもないけん相談しようと思って。じゃあ、はい、その最初に相談した時はまだ大学に在学してる、はい、してました状況で相談して、はい、そうです。そしたら どうだったの？なんかそのいやめちゃ勝手に思っとったんですけど、あの進路の先生やけん続けなって言われると思っとったんですよ。ちょっと思いながら言っとったんですけど、でも帰ってきて休みなよって言われたのを覚えてて、でそこからあの高校の時の校長先生が今校長先生をされとるこの今の学校専門の学校に行くみたいな風に提案していただいて、それで、はい、今に繋がってるって感じなんですけど。あ、ちょっと補足すると、今あの穴吹パティシエ福祉カレッジっていうところであの学ばれたんですけど、はい、そこの、はい、今現校長してる鏡原校長っていうのはあそこに座ってらっしゃるんですけど、その鏡原校長が生徒会時代の2年生、3年生の時の校長先生だったんでね。はい、そうです。でもさ、今さ、奈良でやってたのはさ、もう日本史の、はい、もうあのもうガチの仏像です。大学じゃない、仏像をやってました。はい、でそのさ仏像からさまたこの介護っていうのはこうなんか180度も360度も違う気がするんだけど、はい、それはこうどうしてそのそっちに行こうって決めれたの？もともと、昔やりたい、一回やりたいと思っとった職業につながる学科っていうのはもちろんあるんですけど、まあ、それだけじゃなくてその知っとる先生がおるっていう安心感とか、この先生がおるところに行ったら私は大丈夫やなっていうなんか安心
っていうのがあって、それで決めました。じゃあその時はもうメンタル的にはもうボロボロじゃない？ボロボロですだけどじゃあこの柏先生が言ってくれて、はい、この校長もおるんやったら私は大丈夫かなって思えた、思いました。その時に思えたんやね。思えた、はい。中学生の頃さっきも言ってたけど、はい、介護福祉士という職業にも興味は一応あったはあったんで、ね、ありました。なんか職場体験1日みたいな、まあ、行ったりとかしてたんで、うん、はい、うん、興味ありました。なるほど、はい。それで今は、その福祉の方で2年間、はい、勉強をされて、はい、就職もここの近所の介護施設に決まってらっしゃるんですけれども、はい、今振り返ってみて思うことをちょっとシェアしていただけますか？なんかその、まあ、たまに聞かれる、なんかここに戻れたらあなたはどう選択するんですかみたいなあると思うんですけど、私は多分それこそ中学校の進路選択の段階に戻っても家中を選んだと思うし、家中のそのおった3年高3の時に戻っても今の大学、まあ、前に行った大学を選んだっていうふうには思うんですよ。それはその私が結構あの 人に影響されるっていうか、あの人との縁で結構人生がいろいろ変わっていくタイプやなっていうふうには思ってて、それで、まあ、高校に行ったからあの一生もうこの子たちと遊んでいくんやろなっていう友達にも会えましたし、恩師の先生方にも出会いましたし、それだけじゃなくてその大学行ったことによって会った友達とかまだ交流あるんで、その子たちともその大学行ってなかったら会えんかったやろうしっていう風に思ってるんで、まあもう自分の選択に全然後悔はしてないし、今いろいろ経験して挫折してでもまたこういう風に今につながってるっていう風に考えると、あの私は多分すごいいい経験をしたんやろうなっていう風には思ってます、はい。結構ちょっともしかしたらびっくりされた方もいらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど、いろんなこう進路とかキャリアを皆さんこれから選択されていくと思うんですよね。その時に実はこうある人との出会いが、私のこう一生のこう行く道を変えたって結構ある話で、こう彼女も柏先生にその時相談してなかったら多分今の道には進んでないだろうし、たまたま校長が行ってた学校がなんか別の学校やったらもしかしたらこの福祉の道は選んでなかったというか、選んでなかったんでしょう。なかったです。だってもしあの校長が行ってたのがパティシエ学科だったら行っとったかもしれない。パティシエの道に行っとったかもしれんって言うんですよでもなんかそれぐらいこう人とのご縁って、このこう人とのご縁とか出会いって自分のこう選択とか未来を変えていくものなので、なんかそこはちょっと心に留めてってほしいなってちょっと私は思いました。ちなみにこう進路変更について思ってることってどうですか？適当に進路を決めてほしいとかそういうわけじゃないんですけど、一回決めた進路をもう絶対変えたらいかんとか、変えたらもう悪やみたいな風に思ってる人がもしおれば、全然そんなことないんで、もうやりたいことがあったらそっちに行ったらいいと思うしっていう風にはもう本当に思ってます。それをやめた自分は別に悪いことをしとるわけじゃないし、もっと前向きに進んでいけたらいいなっていう風には自分もそんな感じだったんで思ってます。こうなんか人の価値観ってこうどんどん変わっていくものなんですよね。その、まあ、彼女も小中とこう今と全然違うけど、皆さんもおそらくこれから大事にしてるものが変わったりとか、こう選択がこうコロコロ変わると思うんですよ。その変わっていくのをぜひ受け入れて、そこでまたベストを尽くせるような人生であってほしいなって私も思います、はい、ね、しんどい思いをたくさんしたよね。はい、はい、しましただけど
そういう思いをしたからこそ今のこう、はい、まあ強くなったと思うし、はい、どうにかなるっていうふうに思えたよね、きっと。嫌なことがあったとしてもそのいやあの時よりは全然しんどくないなみたいなんでなんか流せるようになったんですよ、その経験があったことによって。一個失敗したからって選び直せるし、この選び続ける選択が人生なので、はい、なんかぜひちょっとそこはあの、ね、長尾さんから学んでほしいなと思います。あと結構この仕事をしてると高校生の皆さんから出る質問でこう好きなことが見つからないんですよみたいなのが あるんですけど、はい、これってどうしたらいいの？その私の同級生にもなんかやりたいことないけんとりあえず普通科入ってとりあえず経済学科行こうみたいな、うんうん、全然めっちゃおったんで、うん、それはその私は結構ちっちゃい頃からやりたいことありすぎる側の人だったんですけど、うん、それはちっちゃくてもあなんかこれ興味あるなみたいな、うん、思ったこと絶対あると思うんですよ、絶対あると思うんですけど、それを拾って自分の中でその広げられるようななんかアンテナみたいなのを常に張っておいてほしくて、この絶対そのアンテナを張っておかんとこれ気になったなとか思うもその取り逃がしてでやりたいことないみたいな感じになってると思うんで、私もそれこそ日本史の大学行ったんですけど、それも先生が授業中にポロって話したほんま一文みたいなほんまにちょろっと話した1分にも満たんような内容でその高2でそれを聞いて高3までその熱量を保ち大学そこで選ぶみたいな感じでやってたんで、ほんまにどこに落ちとるかそういう自分のこれって思うものがどこに落ちとるかわからんし、でもアンテナを常に張っておいてほしいです。じゃあ最後に皆さん後輩へメッセージをいただけたらなと思います。はい、私は大学奈良県行ったんですけど、最初親に反対されとって、それはその香川で就職というか大学行ってほしいしあんま県外に出てほしくないみたいな感じだったんですよ。でも結局なんかめちゃくちゃご利用しして押し切って大学行って、で結果的に失敗したかもしれんけど、その選択に私は全然後悔してなくて、それはその自分の意思で決定したことに責任を持って行動したからやっていうふうに思ってるんで、まあまだおるかどうかわかんないんですけど、それこそ将来はこういう仕事に就いてほしいとか公務員に絶対なってみたいな絶対おると思うんですよ、言われてる方とか親からね。そうですそうですそうです。やっぱり最後は誰かに決めてもらうんじゃなくて自分で意思決定をしてほしいなっていうふうに思ってて、そのもし私が例えばですけど、私がその香川の大学行けってご了承されて香川の大学行ってで失敗したとしたら絶対親を責めとったと思うんですよ。あんたがせって言っとったけん私はこっち選んだのに失敗したよ、人のせいに絶対結局自分で最後は決めたはずやのに人のせいにしとったと思うんで、その自分で自分の進路はもう自分のものなので自分でその決めて責任を持って進んでほしいなっていうふうには思います。自分で自分の進路を決める、自分で意思決定をするっていうことがそれこそ今のこの世代ってなんか SNS 普及しまくってインスタでめっちゃ可愛い子出てきてなんか自分とは全然違うなみたいなで絶対自己肯定感下がるんで、私もそれやっとったんでっていう、その自己肯定感が結構低い自己効力感が低い人たちが多い、私も含めて多いなって。ちょっと待って、自己肯定感とかってあれ分かる？あの自己肯定感ってこうありのままの自分を受け入れるみたいな感じのイメージだよね。そうです。で、じゃあそれが自己肯定感で、自己効力感っていうのは、はい、私にはできるってこう無条件に思える、はい、私はできるって思える気持ちだね、はい、私がその自己肯定感を上げるためにやったことっていうのがそれこそ小さい成功体験を積み重ねるっていう、うんうん、ことでなんかほんまにちっちゃくていいんですよ。今日ここまで勉強するとか、うん、今日は何時に寝るとかもうほんまそのレベルでいいんですけど、うんうん、それを自分で決めてそれ達成できたらちゃんと自分を褒めてあげるっていうのを、うんうんうん、ちょっとずつそのすぐに上がるものじゃないんでちょっとずつ積み重ねたり、あとはあの別になんか失敗しとる時の自分も好きやなってなんかもう思い込みとかでいいんで好きやな、別に私
なんか私のままでいいし、誰と比べるわけでもなく私のままでいいっていう風に思う練習をしたりとか、うん、それこそさっき言った自分の意思で決定するっていうので行動したら、それこそ自分はできるっていう風にちょっとずつ思えるようになると思うし、それで失敗したとしても絶対 どうにかなるんで、本当にどうにかなったんで、どうにかなるんで、そこを恐れずに行動してほしいなっていう風に思います。皆さんの将来を我々応援しています。ありがとうございました。